はい、どうも皆さん。大丈夫です。今日ね、ものぐさにね、三脚を使わないでできるかなと思って、三脚を使わないで置いてみたんですけど、若干画像が煽り気味になっちゃうね、こうすると。ペットボトルかなんかの上に乗せたらいいかな。ペットボトルの上に乗せてみます。昨日とは違う場所です。ちょっと煽ってるね。どうしようかな。三脚を立てるか。はい、今日ですが、朝放送です。またちょっとハマりまして、まあ、朝放送です。で、今日は朝読書のお話、をしようかなと思っておりまして、すいません、今日僕ね、平日なの忘れてて、曜日とかあまり関係ないので、平日なの忘れててですね、ちょっとすいません、時間設定を間違えましたね。6時とか7時ぐらいがいいよね、平日とかだったので、もうちょっと早い方がね。はい、すいませんでした。はい、まあ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 、薄々感じてた。そう、曜日感覚ないんだよね。ないっていうか、そう、決まったさ、日時で仕事とかしないし、別に土日も仕事入るしさ、関係なくなっちゃうんですよ。やっぱ三脚はあった方がいいのかな。はい、よいしょ。ちょっと待ってね、今三脚をつけております。はい、あ、やっぱこの方がきれい。あ、なんかベッドが映りますね。このぐらいの位置じゃ、別に誰かがいるわけじゃないっていう。まあまあいいホテルだと思います。まあまあね。ろの椅子気になるの、これ。後ろの椅子が気になります。こっちに椅子、で、こうした、延長コードの関係で、これが限界か。まあ何でもいいよね、別にね。ここら辺はね、こうして、これでいいですね。今日は短めです。1時間未満の放送、1時間ぐらいの放送になると思います。すいません、重ね方ですいません、タブレットがなくてですね、目次を作った、やればメモしたらダメだね。目次を作ったんですけど、今日目次作ったんですけど、僕は今目次を見る手段がないんです。なぜかというと、今 iPhone で放送していて、この iPhone には目次が表示されないので、ぜひ皆さん、ブログにある目次からですね、コピペしていただいてですね、次のテーマを僕に指示してください。そしたらそれを話しますんで。はい、そう、どれだけ身軽でできたのか。そうそうそう。いや、めっちゃ身軽でいけるかなと思ったらですね、やっぱタブレットはいるね。タブレットはいますね。はい。で、そう、朝読書が最強な理由とは。で、今日は朝読書についてお話します。朝、読書習慣を見つけるっていうのがやっぱすごい大事なんですけど、なぜこれが大事なのかって話を、今日はしていきたいなというふうに思います。やっぱなかなかね、読書習慣がつかないっていう、本を読むのって、みんな本を読むの早くしたいっていうふうに思う人結構いるんですけど、本を読む習慣をつけようとしてあんまりいないんですね。で、本を早く読むにはどうすればいいかっていうと、本を読む習慣を先につけないと早く読めるようにはならないわけですよ。で、速読とかの誤解でよくあるのが、早く読めるっていうのは、なんかトレーニングをすることによって、普段読書しない人がいきなり早く読めるようになるというふうに思っている人がいるんですが、それはもちろん早い読み方あるんですけど、ただそれはですね、普段から読書する習慣がついてないと、やり方を教えてもですね、練習しないから、つまり読書をしないから、結局早く読めるようにならないよねっていうのが、一番の問題なわけですよね。そう、読めたいけど時間がない。で、時間がないのは何でかっていうところを皆さん覚えてほしいんですけど、本を読む場合でもそうじゃない場合でもそうなんですけど、時間がないのはですね、常に使い方が下手だからなんですね。で、時間の最もいい使い方っていうのは習慣化することなんですよ。だから時間がなくてできないっていうのはそうじゃなくて、習慣を作ってないからできないっていうふうに言い換えてほしいんですね。こうするとどんな忙しい人でも、本を読む習慣がつけれると。だから今日は、まあ、主に朝の時間を使う。なんでかっていうと、夜っていうのは酔っ払ったりとか、ご飯食べたりとか、急に予定が空いたりとかしますよね。だからそういうふうに、アンコントロールラブというか、コントロールできないような時間を使うんじゃなくて、短時間でもいいから自分の時間、コントロールできる時間を使って習慣を作っちゃおうぜっていうのが今日の話の半分っていう感じですね。はい。読書ですね。で、そう、スマホにしてからね、読書が減ったって人いるんですけど、これもですね、だったらスマホで読書しちゃえばいいわけですよ。
で、スマホ読書術の話前にこういうことでしましたけど、その話もちょっと絡めてやっていこうかなと思います。そういうわけで、朝読書が最強な理由っていうのは何かっていうと、習慣化しやすいからなんですね。習慣化すると勝手にスピードが速くなっていくので、だから僕も最近ですね、この前料理放送で登場したツッシーにいろんなことを任せるようになりまして、なんかスケジュール管理とか結構任せてみたんですよ。いろんなものを、書籍とかのやつとか。そしたらですね、もう本がはかどることを行えなくて、今まで10冊から20冊ぐらいまでしか1日に読めなかったんですけど、今20冊秒で突破して30冊ぐらいまで読めるようになったんですよ。その普通にね、コン詰めてやらないと昔30冊読めなかったんだけど、今は30全然読めるようになったんで、やっぱりね、人って習慣と、あとはその習慣の中から余計なものを減らしていく、やらなくちゃいけないことを減らしていくことによって、やっぱりこう、なんていうんですかね、こう、どん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 できることが増えていくんだなってことが、やはり証明されたなというような感じなんですね。はい。というところですね。で、本を買うお金がないって人もね、時々いるんですけど、これは先に特説、別に本をお金なくても買えるから、買えるとか読めるから。なんでかというと、今日お話しする内容はですね、なんとですね、買わなくても結構読めるんですよ。で、立ち読みでもいけるし、なんなら図書館、ネットで読む、ネットで目次だけ読む、立ち読みをする、最悪本屋で借りる、で、どうしても欲しいものだけ買うっていうやり方をお勧めするので、今日は最低限の量しか買わないのにもかかわらず、そこらの人にははるかに本を読めるようになるって方法を今日はご紹介していこうかなというふうに思います。はい。それでは、次のテーマ。次は何だっけ？次のテーマですね。はい。次のテーマは、無料怪しい。あ、いや、無料っていうのは別に、朝一のね、風呂読書習慣。あ、そうそうそう。皆さん、朝風呂入ります？僕ね、朝風呂ってあんまり好きじゃなくて、バカにしてたんですけど、最近ですね、朝風呂とかね、こう、朝シャワーみたいなのね、するようになったんですけども、いいんですよ、やっぱり。なんでかっていうと、やっぱりこう、ちょっと厚めのシャワー浴びると、交感神経優位になるじゃないですか。でそうすると、頭がスッキリするんですね。っていうのがやっぱりすごい大事なので、だから朝風呂結構いいですよ。だから、あと女性とか結構半身浴する人がいますけど、あと温度高め、43度ぐらいにするんだったら朝とか目を覚ますときにやった方がいいんですよね。で逆に39度から41度ぐらいの、ぬるめの湯ですね。ぬるめの湯に入る場合っていうのは、なんていうんですかね、こう寝る前とかがいいみたいな。で風呂がなかったらシャワーでもいいんですけど、何が言いたいかっていうと、朝なんで風呂入れなかったかというと、その方が頭がスッキリするから入るようになったんですけど、でも冷静にね、冷静に考えてみて、朝必ず風呂に入る、朝食を食べるって皆さん何かをしますよね、朝。で、その何かをする習慣に読書をくっつけちゃえばいいだろうって話なんですよ。if then ルールの応用版ですね。そうで、僕はどこでも if then ルールみたいな感じですね。if then読書とか僕とか言ってるんですけど、つまり、日常の習慣でいろんな習慣がありますよね。これちょっとフライングして話してる可能性がありますけど、日常の習慣でいろんな習慣があって、でこれをリストアップするんですよ。毎日必ずやってること、例えば朝風呂でもいいし、朝食でもいいし、よく考えてみたら朝毎日トイレに入ってるなとか、玄関ドアくぐってるなとか、毎日必ずしてることをリストアップするんですね。で、その横に全部読書とひたすら書いていくんですよ。つまりどういうことかっていうと、朝風呂するときに読書。朝トイレに行ってる時に読書みたいな風に、でしかもページ数とかめちゃくちゃ少なくするんです。3分とか、そう、まあ、それこそ、そう、それでもいいですよ。朝立ちしたら読書でもいいよ、別に何でもいいんだけど、その毎日すること、毎日朝立ちするのか、いや、するのか分かんないけど、いや、結局毎日することに少量の行動をつけていくことによって習慣化していくってことなんですね。そうで、僕の一番のおすすめしてるのは、この朝一の読書で一番おすすめしてるのはですね、アラーム読書って方法 で、これは何かっていうと、アラーム読書。朝、まあ皆さんアラームとか、あるいはこうヒューを使ってる人はヒューとか、目覚めますよね。で、目が覚めた瞬間に、これは一応項目のリストの中で、やっぱり、ね、頭が入ってると前後しちゃうな、項目のリストの中にブルーライト読書みたいなのが入ってたと思うんですけど、それがまさにこれで、朝起きると僕らブルーライトが必要なんですよ。だからつまり朝起きたら皆さん日光浴びますよね。なんでかっていうと、日光に含まれてるブルーライトが僕ら の消化体とかを刺激してですね、朝だよってことを体に脳に教えてくれるわけですよ。だからつまり、そう、ブルーライト読書で最高の目覚めとともに、目覚めに速読と、そう、それ、ありがとうございます。もう完璧だね。みんながいれば完璧だね。もうタブレットなくてもいけるかもしれない。はい。まあ、それいいわ、置いといて。これ何かっていうと、まあ、朝、その、さっき読書する習慣つけましょうって。で、僕の場合は最近 iPhone7 とか、7プラスに変えたんで、防水になったんですよ。で、防水になったから、お風呂の中で全然読書ができるんですよ。Kindle とかを使えばね。で、別に、Kindle で本を買わなくても、例えば、パレオさんのブログだったりとか、皆さんのお気に入りのブログとか、RSS とか、あとは海外のデイリーメールとか、サイエンスニュースとか、あとはサイコロジートゥデイとか、そういうニュースサイトを見ればですね、同じような読書ができるんですよね。なんか、読書どこでもできるんですけど、まあ、そういう風に何かをするっていうのを決めておくっていうのが、ポイント。ですね、朝読書の件に関しては。で、今ブルーライト読書は何かというと、これも近いんですけど、朝アラームになりますよね。
で、まあ、最終的には携帯のアラームも鳴るわけですよ。光を当てて目を覚まさせてから携帯のアラームになって起きますよね。で、起きたらアラームを止めてそのまま Kindle を起動するわけです。 Kindle か、あるいは、まあ、今言ったみたいなデイリーニュースとかそういうニュース系のサイトでもいいんですけど、そういうのを起動して、で、起動してですね、3分間とか、あとは3ページとか5ページでもいいんで必ず読むようにするんですね。アラームが鳴ったら読む、アラームが鳴ったら読むっていうのをやるんですよね。で、これですね、すごくいい。で、これ何がいいかっていうと、朝起きるじゃないですか。起きて、Kindle を見ますよね。で、この Kindle を見ることによって、目が覚めるわけです。ブルーライトがガンガン目に入ってくるので。はい。だからまあ速読っていうのは何でかっていうと、じっくり読み込もうとすると大変なんで、もう流し読みするぐらいでいいんですよ。5分とか10分とかでもいいんで。っていうね。で、僕のおすすめは、その時に目次を読むってやり方で、僕結構、まあ、これは人によってできる人できない人がいると思うんですけど、Kindle にたくさん電子書籍を買いまくるわけですよ。もう鬼のように買うわけで、最近移動中読むのが好きなんで。で、買ったら、その方が読むべき本なのかどうなのかってことを見るために、何をするかっていうと、Kindle での目次だけこうチェックするんですね。で、目次チェックして、後で目次から読むべき本のことが見抜く方法というのをご紹介しますけど、目次をチェックすることによって、今日どの本を読むのかとか、あ、この今日読みたい本が例えば20冊とか30冊あったら、全部電子書籍になってないけど、例えば10冊電子書籍だったとしたら、その電子書籍の目次をチェックすることによって、あ、どれぐらい、どこの部分をどれぐらい読もうかなっていう、こう、のをチェックするってやり方ですね。で、こういうのをやったりしていますね。はい。という内容ですね。まあ、これ結構簡単ですぐできるんでいいと思いますね。つむつむしてて一日ずつ、それダメですね。あ、もうすでに次のテーマ出してくれてる方がいますね。一冊5分の適当読みで名著に合うと。で、これ、ポイントがあって、よくなかなか本が読めないんですとか、すぐ飽きちゃうんですって人がいるんですけど、これはね、名著に合ってない可能性があるなと思ったんです、話を聞いてたら。つまり、本当にいい本、例えば、すごく面白い小説とかって、最後まで一気に読んじゃうじゃないですか。あれはなんでかって名著だからなんですね。あ、この本面白いと思うと、やっぱ止まらないで読んじゃうわけですよ。で、逆に言うと、そういう本じゃないと読めないのは当然なんですね。だからどうすればいいかっていうと、1日5分とかで構わないんですよ。てか、むしろその5分もあれば、その本が読むべき本なのかっていうのを 見破ることができるんですね。その方法を、一応、ご紹介したいと思います。で、あ、今ね、ありがとうございます。大悟さんという作家の本は名著で、ありがとうございます。梅原さんの方の大悟さんかもしれないですけど、一応僕である可能性をちょっとね、組んで、ちょっとお礼を言ってきますけど、著者の本を辿るっていうのも結構いい方法なんですよ。著者の本ももちろんあるんですけど、まあ一番いいのは、いつも言ってるみたいに、やっぱ目次を見ることですね。で、目次を見て、ペラペラめくってって、で、その目次から内容を推定するんですね。はい。目次読みですね。はい。で、この目次読みの方法は、もういろんな方法があるんですけど、一番簡単な目次読みの方は、まあ、まずはですね、まあ、本のカバーとかを見て、あとはそのね、裏表紙のところにある、表4とかいう方は裏表紙のところにある、著者の略歴とかを読んで、まあ、初めにとか終わりに一応見て、で、目次をしっかり読むんですけど、で、この目次を読むときの読み方、よくこれ質問で来るんですけど、目次を読めば分かりますよとか、目次だけ読むだけでもこう分かりますよって、目次読み本のカバーの調べきる力、ありがとうございます。そう、目次をね、読ましょう談笑するんですけど、読み方があるんですよ。で、目次の読み方はこれクイズだと思って読んでほしいんですね。目次の読み方はクイズだと思って読んでほしいんですよ。で、これどういうことかっていうと、目次を見ても、ただ読むだけだとつまんないですよね。みたいな、あ、まあそうかもね、みたいな風になっちゃったりとか、目次を普通に読んじゃうと意味がないけど、そうじゃなくてクイズだと思って読んでほしいんですね。で、これどういうことかっていうと、目次読みますよね。読んだら目次から何が書いてあるか想像してほしいんですね。あ、こいつこういうこと書こうとしてんじゃないかなとか、あれ、これってこのこと言ってるんじゃないかなとか、例えば、夜寝る前にやってはいけない3つの行動とはって書いてあったら、3つの行動、寝る前にやっちゃいけない行動でしょって、多分スマホを見るっていうのと、酒とかタバコを飲むとかかな。で、最後は何だろう、なんか熱いシャワーを浴びるとか、そういう感じかなとか、こう想像するんですよ。で、これで、大体想像ができるところはですね、読まなくても大体大丈夫なんですよね。そう。っていう。だから目次から想像するんです。で、想像して、で、その後、本文の速読で答え合わせをするんです。で、こうすると何がいいかっていうと、いいことが3つあって、目次読みのいいところ、目次クイズ読みのいいところは3つあってですね。で、1つ目はですね、目次をクイズ形式で読むことによって頭に入るんですね。で、目次が頭に入っている状態で本を読むとですね、ものすごく内容が入ってくるんですよ。
なぜかっていうと、全体像が描けてる状態で本を読んでるわけですね。でも全体像が描けない状態で本を読むのがどれくらい愚かな行為かっていうとですね、行き先をちゃんと確かめないで Google マップの、教えに従ってですね、どっかに行こうとするのと同じなんですね。Google マップの場合は先に見てくれるからいいんだけど、普通の場合、本の場合はそういうのがないじゃないですか。そうするとこれ結構ね、ひどいことになるわけですね。全体像を掴んでる状態の方がやっぱり人間って把握できるし、どれをどれくらい読むのかってことを決められるんですね。で、この全体像を頭に入れるためには、目次をクイズ形式で読むというのが一番いい方法なんですよ。だから速読、なんで速読できるかって全体像が入ってるから、どこを読むべきか読むべきじゃないかってことは分かるし、目次を見てるだけで構成把握してるんですよ。構成把握してるってことは、次はこの内容が来るだろうなっていうふうに予測しながら常に前に読み進めていくことができるから、飛ばすこともできるし、普通に読む人よりも速読してるにもかかわらず頭に残るんですよね。難しい本の場合の方がなおさらそうですね。で、フォトリーディングでも目次読みましょうって言ってるんですけど、フォトリーディングはですね、科学的にかなり怪しいってことが証明されてて、やっぱりゆっくり読んでもわからない本って早く読めないし、で、もっと言うと、やっぱあれ理解度低下させるってことが分かってて、フォトリーディングの方法をお勧めしますね。で、フォトリーディングの場合はクイズ読みを数章とかしてなかったはずなんで、まあこのクイズ形式にして読んでみてください。で、わかんないところとかクイズ形式で言うと本当に面白いところがわかるんですね。そしたらそこを中心に読んでいけばいいと思いますね。だからそのクイズ読みを一回してからですね、めくっていくと、あ、こうパッと見て、例えばさっきの、夜寝る前にしてはいけない3つのことっていうページにたどり着いた瞬間に、パッと見た瞬間に、例えば単語がコーヒーとか、例えばこう、お酒って単語とか、あとはスマホとか、熱いシャワーって単語ができただけで、あー、予想通りに予想通りにやってて、パッと読み通せるんですよ。そう。つまり、予想と合ってたら読み飛ばす。予想と違ってたら読めば、自分に必要な知識だけが入っていきますので、本の知識で全部吸収する必要ないんですよ。特に何冊も何冊も読んでいくとですね、絶対知識って被ってくるので、僕よくは基本書、基本になるようなこう、分厚い本を一冊読んでから本を読みましょうって言ってるんです。あれなんでかって、基本書一冊読んでおくと、今みたいなことが結構、ハイスピードでできるんですね。で、それができると、余計なところを読み飛ばして進めるスピードが速くなるので、でそれで速くなるってことです。だから速度が全部移し取る作業ではないんですよ。全部移す作業ではないんですよ。じゃなくて自分に足りない部分、自分に必要な部分はピックアップするだけだから宝探しだと思ってほしいですね。本って、読書、速読っていうのは。っていうことなんですよね。はい。クイズはいただき、ありがとうございます。じゃあ次の、テクニックは何でしたっけ？速読は宝探しで覚えておいてくださいね。本にタイトルをつけ直す。ありがとうございます。本にタイトルをつけ直す。はい。これはですね、僕がいつもやってる方法で、本のね、裏とかね、こう、いや、こう、一枚開けると、白紙のページあるじゃないですか。あそこなんか使えないかなと思って僕がやってるのはですね、本にタイトルを付け直すっていう方法で、これ何かっていうと、その本の目次とかを見るとわかるんですけど、本のタイトルって売るために作ってるんですよ。売れるために作ってるんで、記憶に残りやすく作ってるわけじゃないんですよ。だから自分で本のタイトルを付け直してみようっていう風に考えるんですね。で、これキャッチコピーのテクニックも学べるし、自分の本にタイトルを付け直すことによって何が起こるかっていうと、その本から自分が何を学ぶのかってことはちゃんと明確にできるんですね。で、この本のタイトルを付け直すことによって頭にも覚えてるし、どんな本になってきた時に一行で答えられるわけですよね。で、こういう風にしておくと、想起もしやすいし、本を読んでる間も自分は何を学ぼうと思ってこの本を読んでるのかってことが頭に残り続けるので、第2のタイトルというか、もう別なタイトルを付け直しちゃうっていう、そう、やり方をおすすめですね。例えば、スタバではグランデを買えって本だったら、あ、でもそのままだとなんでグランデを買えばいいのかわからないじゃないですか。例えば、スタバだったら、3つその、要はこう、サイズがありますよね。あの中で一番得なのはグランデなんですよ、と。コスパがいいのはグランデみたいな、そう、とかね。なんでもいいんですけど。そうするとタイトルキーワードに入れられるので面白いです。で、そのキーワードを最初につけて、ね、これ、読んだ後やればいいですか、読む前にやればいいですかって人がいるんですけど、僕のおすすめは読む前にやって読んだ後もう一回直してみるっていうのがおすすめですね。はい。最強の要約です。で、なんでこの要約がいいかっていうと、前学習の科学の話の時にしましたけど、要約するっていうのは人間の記憶に残す時に最もいい方法の一つだってことが科学的に証明されているので、だからその積極的な、戦略的な要約の方法を取り入れる方法として、こういったやり方がいいですよって話をしてるってことですね。タイトルあってないわけかない。特に、ね、翻訳本とかひどいんですよ、タイトルが。なんでこんな翻訳つけたのみたいな。そう。ということですね。じゃあ一回ちょっと音ゼロを直すためにリセットしますね。はい、リセットしました。ちょっと水取りますね。ようやく名人いいですよ。東大の試験で、だから僕唯一、あ、これは頭いい人がちゃんとできるだろうなとか、頭いい人引っ掛けられるだろうなと思ったのは、ようやく問題です。ようやく問題はやっぱりね、頭いい人の特徴をやっぱり暴き出してくれると思いますね。次、出典データテクニカルターンを入れる。あ、これね、僕のね、読書方法なんですけど、
本からね、何を得たいのかってことを考えてほしいんですね。で、何を得たいのかを考えてもらう。ただ僕の場合は出典とかデータとか、あとはそういった例えとか具体例みたいな、そういうものですね。で、そういうものを、出典データとテクニカルタームですね、専門用語ですね。出典データと専門用語。時間になっちゃった人、いってらっしゃい。はい。はい、その3つを拾っていくんですね。なんでかというと、僕はこれを使いたいんですよ。本を読むこと、専門書とか読むことによって、面白い実験とかのデータを知りたい。で、さらに出典元がちゃんとしてるか知りたい。で、そして新しいテクニカルターム、専門用語を手に入れることによって、まあ、ね、創作活動とか、まあ、作家的な活動とか、ニコニコとか、ビジネスに活かせるわけですよ。で、やっぱり言葉って力で、言葉ってアイディアなので、だからそのテクニカルターム、専門用語を拾っていくようにすることによって、新しい概念を取り入れられるっていうふうに僕は思ってるので、これの3つを拾うっていうふうに決めてるんですね。で、こういうふうに、何でもいいんですよ。皆さん3つ、この3つは何でもいいんですけど、自分の中でこれは拾いたいってものを決めておくんですね。で、拾いたいってことをちゃんと決めて頭に入れておくと、やっぱペラペラめくっていく中でも手が止まるんですよ。おやみたいな。みたいなふうにこう手が止まっていくんですね。で、こうすると、速読がぐっと楽になるので、だから何を手に入れるのかってことを考えてほしいんですね。あんまり意識したことなかったですよね。この専門用語だけ拾うっていうのも結構いいやり方なんですよ。で、この専門用語とか、著者が使ってる造語とか用語ですね。で、こういうキーワードだけ拾うっていう読み方も、そのキーワード周りに必ず説明があるので分かりやすいし、で、それだけこうマーカーとかでね、適当にこうチェックしてって、で、最終的にその周りだけ読むみたいな速読の方法も試したことがあって、まあ、スピードがね、若干遅くなるので、あんまりあれだったんですけど、僕は今、テクニカルタームとか出典とかデータを意識して拾いながら読むってやり方はしてますね。そう、だから受験の現代文では出口先生の本を佐藤雅也さんとかもお勧めしましたけど、ね、現代文の有名な先生の、あれなんかだからそうなんですよ。だから現代文の読み方って悪くなかったんですよ。だからあれなんか変にテストにしちゃったりとかしてるからおかしいけど、あれもうちょっとちゃんと教えることができたら、出口先生とかみたいにね、ちゃんと学校の先生とか有言先生が教えることができたら、あれ読書術なんですよ。国語ってタイトルやめた方がいいと思うんですよね。国語とかも含めて読書とか読書術にすればいいと思うんだけど、はい。っていう感じですね。では続いてのタイトルは、続いてのテーマなんでしたっけ？はい、いってらっしゃい。分散本棚の家のあちこちに読書関門の設置。あー、これめっちゃいいんですよ。読書関門の設置はね、すごくいい。で、これ何かってとこ見てわかると思うんですけど、家のいろんなところにこういうちっこい本棚あるじゃないですか。こういうコの字型してるやつとか、あとは普通にその何もなくて素手で本を置いてもいいんですけど、家の要所要所に皆さんがくつろいだりとか座ったりとかする要所要所にですね、本を置いておくんですね。で、置いといて、5ページ。まあ、5ページぐらいがいいかな、最初はね。5ページとか10ページとか、僕の場合は1冊にしちゃう場合もあるんですけど、すごい少ない、ページ数でいいんですけど、そのページ数だけ必ず、その本が目に入ったら、その物を使うときには読むっていうやり方をするんですね。だから持ち歩くでもいいんですけど、試したんですよ。持ち歩いてやる場合と、置いてあってやる場合と、試したんですけど、やっぱり、ね、場所とね、記憶とか習慣って結びつくので、持ち歩くよりも設置しといた方がいいです。これは。だから読書関門を設置。例えば、トイレに1冊置いておきますよね。で、例えばトイレに入ったら必ず5ページだけ読むとか。で、風呂場とか洗面所に置いておきますよね。そしたら、洗面所で、手を洗った後に例えば5ページ読むとか、あとはあるいはその脱衣所とかに置いといて、服を脱ぐ前に例えば5ページ読むとかって決めとくんですよ。で、玄関に置いといて、出かける前に5ページだけ読むとか、まあ、何でもいいんですけど、そういうふうにこう決めとくんですよ。で、これ設置しとくんですよ。もう設置しちゃうんですよ。で、この設置するとどうなるかっていうと、どうなるかというと必ずやるようになりますよね。で、これって、いや、そんな3ページとか5ページぐらいでね、変わんないよって思うじゃないですか。でも5ページね、読んだら、毎日する習慣をさっき書き出しましょうって言いましたよね。で、毎日自分のする習慣書き出すと、それ必ず場所と結びついてるんですよ。で、そこに置いとくと何が起こるかっていうと、すべての本が1日5ページずつ進むわけですよ。例えばですけど、1日5ページ進んだら、1ヶ月それやったら、だってトイレ毎日入るでしょ？便秘な人を除いたら。で、それ、例えばじゃあ1日2回トイレとか入るとしたら、すごいことになるわけですよ。1日トイレ2回入ったら10ページ読めるわけですよ。で、10ページ読めて、それ3日しかあったら300ページだから余裕で1冊読めちゃうんですよ。